とぎもちセカンドです。今日はね、お話動画込み、お話動画って何かエピソードがあって話すっていうんじゃなくて、今ちょっと考えてることについてちょっとした話と、これちょっと食べようかなと。これね、最近韓国コンビニではもうね、この時期ではもう結構前からだけど、冬春あたりってもういちごの商品ばっかりなんですよね、お菓子系が。チョコパイもそうだし、ポッキーもそうだし。で、これちょっと面白いなと思って、なんかチョコパイとかポッキーとかっていちご味想像できるけど、この、わかります？これ日本でいうおっとっとですよね。ね、絶対おっとっとだよね、これ。いや、まあ、って言っても、名前はゴレパっていう、クジラのご飯みたいなのの、いつもは普通のね、なんかヤンニョムポックン味、ポックンヤンニョムとかいう、なんか炒めたヤンニョムの味なんですけど、今回これ、イチゴって、これのイチゴ味ってどうなんと思って買ってみた。で、まあ、これはもうどっちでもいいとして、ちょっと食べながら話していきます。まあ、今日は別に愚痴動画とかそうじゃなくて、普通に話すんですけど、動画を、私ね、メインの方のリクエストで、なんかこの韓国のオリ日、日本でいう保育園ですね、についてちょっと聞きたいとか、あと、ちびまちの一日ご飯みたいなのを撮ってくださいって結構リクエストであったんで、今まで。なのでね、そういうのを撮ろうかなって思ったんですけど、あれでもそれって完全にセカンドだよなと思って。なんか家族動画は、まあメインでいいと思うんですけど、そういう系はセカンドかって思ったり。でも、リクエストはね、まあコメントがメインしか空いてないからメインで来るんだろうけど、メインでリクエスト来た人が、セカンドを登録してるかどうかってわからないから、セカンドで上げちゃうと、そのコメントをしてくれた、リクエストくれた人たちが、もしかしたら見れないの可能性があって、どうしようと思って、ちょっと迷ってます。私的にはね、メインで上げてもセカンドで上げても、本当にどっちでもいいんですよ。もうなんか、特に本当に自分の中でこだわりっていうこだわりはないから、まあセカンドは緩くでいいから、私は結構自由に適当な感じでやってるとこあるけど、メインはまあもっぱんメインで、まあ家族動画とかちょっとこうほんわり系を入れてってもありかなと思ってるぐらいで、絶対こうしなきゃいけないがないから、まあ視聴者さんの意見に合わせたいなと思ってて、喋ってたらずっとこれ食べないと思うから、ちょっと一旦食べます。そうで、どうなのかしら、本当にわからないけど、うわ、結構ピンクだな。でも私は思う、これは日本でいうおっとっとである。とりあえず食べます。これでも完全にさ、なんか形がサメかイルカかそんな感じですよね。しょっぱくない。うわ、もう言っていい、これ味は完全にいちごのポッキー食べたやつ、いちごのポッキーだわ。なんかちょっとなんか甘酸っぱいこうパウダーがかかってる。ほら、人で。あ、ね、美味しい。もうちゃんと普通に美味しい。ほら、これあれだよ、クジラ。カニもいます。え、美味しい。うん、イカ。もう全くわかんないやつ。ね、全くわからない。もう少しの想像もかきたてない。これは何なんだろう。巻き貝みたいな感じかな。うん。これはちょっと亀っぽいんじゃない？亀でしょ。エビっていうか、ロブスターがいた。どうしよう、これさ、食べて、あー、なるほどねってなるやつだと勝手に思ってた。と思ったら、これ食べちゃ止まらん。なんか甘ったるくないんですよ。で、しょっぱくもない。甘酸っぱいんですよ。やっぱいちごだから、酸っぱさがあってちょっと美味しい。どうしよう。やばい。でも、話さなきゃ。で、結果、自分結論に今至ってないんですよ。なので、もしよかったら、コメント欄で、セカンド空いてないんで、メインの方のコメント欄で、例えば、ちびもちの一日ご飯見たいですとか、あと、折日、韓国の保育園がどういうものかとか、準備物何がいるかとか、どういう一日の流れになってるかとか、そういうのを知りたいっていう方は、その下にメインでお願いします。セカンドでお願いしますとか、入れといてくだされば、まあ、完全にそうするかわからないです。例えば、人によって、同じコメントがあって、もうその下にメインでお願いします、セカンドお願いしますが、違ったりとかしたら、もうどっちか選ばなきゃいけないし、まあ、参考って程度にしようかなと思うので、まあぜひね、そういったこう一言を添えてくだされば、ちょっとこう考えてみようかなと思うので、で、まあ完全にこれセカンド多いなとか、完全にメインが多いなとかいう感じだったら、もうそっちにするだろうし、という感じで、ちょっと参考程度にさせていただきたいので、まあもしもね、セカンドがいい、メインがいいがあったら書いてください。でもそういうのが全くなかったら、もう書かなくていいです。何も書かなくても。うん。そっちでもいいよって方、もうリクエストをくださるだけでもすごくありがたいのでね。はい。という感じでお願いしようかなと思います。さっきも言った通り、私本当にこだわりのない人間なんですよ。こういうのってクリエイター的にはあんまり良くないことだと思うんですね。なんか自分の意志がそこまで強くないというか、結構流されやすいタイプでもあるし、まあ流されやすいっていい意味も悪い意味もありますよね。なんか例えば私どんな場所でも適応する能力があって、どの国行ってもどんな場所に行っても、その中にシュート溶け込みやすいタイプではある。なんかこう食べ物とかも特にこれ食べれない、あれが食べたい、がそんなに強くないから、そこのところに行ってそれを食べて美味しいな、おいいなみたいに感じになるタイプだから。ただ例えばの話、みんなでご飯に行って何注文するってなった時に、あ、私何でもいいけど、でも何でもいいってちょっと嫌われがちじゃないですか。何でもいいが一番困るっていう人もいるだろうから、何でもいいが言えなくって、どうしよう、なんか選ばなきゃみたいな感じで無理やり、あ、この子これ好きだしこれにしようかな、私これも好きだしなとかを考えながら、これとかはみたいなっていう部分があるから、なんかはっきり自分のこれが絶対みたいなのがなくって、結構それは良くないなって思ってます。まあどっか出かける時もそうだし、くまっちこれとこれとかこことか行こうと思うんだけどどうって言って、くまっちは僕どこでもいいよっていう派なんですよ。くまっちはどれでもいいよ、何でもいいよ、どこでもいいよ、これなんですよ。だから絶対私が決めなきゃいけなくなるんですよ、毎回。でもね、ここちょっと難しいところで、くまっちは嫌なもの嫌ってはっきりしてるんですよ。だから、あ、じゃあここにしようかって言ったら、うん、それはちょっとえさっきいいって言ったよねってなるけど、まあまあでもこれはくまっちがどこでもいいって最初言ってくれるのは優しさだから、まあそこで、あ、そっか、じゃあこっちにしようみたいなんで、まあすぐ決まるけどっていう、なんか我が家の流れってから、私さ、どこでもいい話になってた。全く関係ない話だらだらしてる。ごめんなさい。しかもこれめっちゃ美味しいんだけどねえ、もう本当にさ、ゆる動画って、ある程度形があってのゆる動画だけど、私のゆる動画ってガチゆる動画だから、見てる人イライラしないから。ごめんなさい。もしも、ゆるすぎるだろう、イライラするよってなったら、チャンネルはメインだけにしてもらってもいいですし、セカンドはもうゆるく見たい方のみ見てみてください。私が自由に喋ってる動画だから、もうなんか横に友達がいて友達と喋ってるのかっていう程度にこんな感じで喋ってるから、セカンドは。まあメインも多少そういうとこあるけどね。これ私の性格だからもうどうしようもないわ。はい。っていうお話です。まあよかったね。セカンドとメインで。ちょっとこう、もっぱんとずれた動画はどこで出して、どういうタイミングで出して、どれぐらいの割合で出してにしようかなと迷ってるお話をしたかった動画でした。ということで、以上、私のゆるすぎる動画でした。